ではね、今から、素潜りの学校でイルカを泳ぐ時の、注意ですね、イルカと泳ぐ時の注意をお伝えさせていただきたいと思います。まずですね、イルカと泳ぐ時、船がこうあります。右側、もしくは左側ですね、右左です。片方から入ります。両方同時に入ることはないですからね、片方から必ず入ります。はい。で、船長がね、どっちから入るか言います。入るとき、右から入るときは右から入りますと言います。左から入るときは左から入りますと言いますからね。そしたら、右から入りますと言われたら、右側に座ってください。右側にね、このように座れる限り座ってください。もし空いてたらね、こちらの人はこちらに移ってきてください。はい。で、もうイルカが出てきた時点でね、皆さんシュノーケル、であとウェットスーツ上まで来てもらって、であとシュノーケル、フィン、全部つけておいてください。でね、最初の1回はね、ドルフィンスイム最初1回はね、やるときは、ウェイトはつけないで入ってください。ウェイトはつけないでね。で、2回目3回目以降、大丈夫そうならウェイトをつけてください。これはね、特に御蔵島などでドルフィンスイムやられている方、そこがね、必ず見えるんですけども、小笠原の場合はそこが見えないんですね。深いところで泳いだときにパニックになった、なられた方が今までいらっしゃいます。なので、泳いだことがある、私はドルフィンスイム大丈夫だ、完璧だという方もね、最初はウェイトはなしで泳いでみてください。よろしくお願いします。はい。で、次にですね、右側に座りますって言われた後ですね、右側に座ったら、その後ね、船長がもういよいよイルカ近いよという時はね、足を出してくださいというふうにお伝えします。足を出してくださいというふうにね。そしたら足を出してもらいたいんですけども、足を出す時はね、お尻をついて、でぐるっと回ります。で、足を外側に出します。こういうふうに足を出してください。丸い例を言います。イルカがいました、足を出してくださいと言われたらね、たまにこうやってしまう人がいます。椅子の上にね、立って、でそれで足を出してしまう人がいますね。これをすると、揺れているとき海の中にね、ドボンと落っこってしまうんですね。基本的に、エンジンは回っています。そのまま落ちてしまうとね、スクリューにね、巻き込まれて大変な怪我、大怪我を負うことがありますので、必ず座ったままぐるっと回ってください。座ったままぐるっとね。で、混み合っていて足がどうしても外に出せないという人はね、例えばここ、捕まってね、捕まって必ず立って、あんまり立ってほしくないんですけどね、でそれで外側に足を出してください。やっていただきたくないのは、足を、どこにも手を使わない状態でね、立つという、これはやらないでください。これはやらないでください。お願いします。はい。で、今度は足を外に出しました。足を出しました。そうしたらね、もうイルカが目の前にいるんですね。イルカ、今何時方向にいますよって船長が言います。で、船長が言ったら、そのイルカをね、目で追いかけてください。目で追いかけてください。そしたらね、入ったらすぐイルカと出会いますからね。入ってからどこだどこだって探してもね、なかなか見つからないんですね。目で追いかけましょう。はい。で、どうぞーと言ったらね、入ります。入るときは必ず後ろの人から入ってください。進行方向こちらです。後ろがこちらです。この後ろの人ですね、1番、2番、3番というふうに後ろの人からドボーン、ドボーン、ドボーンと入ります。なぜ前の人から入ってはいけないかというと、前から入った場合、まだ船はちょっと少しずつ動いてます。前の人が入った後、後ろの人が入ると、前の人の頭の上に後ろの人が落っこってくるんですね。なので、必ず後ろの人から入ってください。つまり後ろの人が躊躇するとね、前の人、入れません。なので、この一番最初に入る人はね、慣れている方、入るのがね、もう自信ある方にしてください。ちょっと私自信はないわという人、ちょっと不安だわという人はね、後ろに行ってください。そうしないとね、後の人が疲れてしまいます。はい。で、最初の人が入りました。で、こちらの列がみんな入りました。そしたらね、こちらにまだ座ってて、まだこちらに座れなかった人はね、もう間髪入れずにこちらに移ってくるっと回って足を出して入ってください。もうね、どうぞとか待たなくていいですからね。前の人が入ったら、その後の人もすぐに入ってください。はい。で、入るときなんですけども、たまにマスクが上にずれちゃう人がいます。あとね、入るときは必ずシュノーケルを加えて入ってください。入ってからシュノーケルを加えようとするとね、水を飲んでパニックになっちゃう方がいます。必ずシュノーケルマスクつけた状態で入ります。で、その時にシュノーケルマスクがずれちゃう人がいるので、マスクとね、シュノーケルのマスクの後ろのバンド、これを押さえます。で、押さえた状態でシュノーケルを加えて入ってください。
はい、とりあえずね、ずらっとこうずれてね、水が目の前に入ってパニックになっちゃう方いますからね、マスク、とマスクの後ろバンドを押さえて入りましょう。はい、で入りました。入ったらね、イルカをね探すんですけども、水中を探してください。水面を探してしまう人がいます。水面探してね、ヒレを探すとね、なかなか出てこないんですね。必ず水中を探すようにお願いします。はい、で水中探してイルカ見つけたらね、泳ぐんですけども、手は使わないでください。よくね、こうやってクロールしちゃう人います。クロールするとイルカがね、触られると感じて怖がってしまうんですね。手は使わないで足だけで追いかけます。でイルカがもう背中を向けて泳ぎ始めてしまったら、これはね追いつけるものではありません。イルカが背中を向けたらね、それ以上はもう追いかけないでください。こちらからね、止まってくださいということもあります。はい、でイルカが行ってしまいました、止まってください言われました。そしたらね、スタッフがね手を挙げます。スタッフがね誰かが手を挙げます。そしたらその手を挙げた人中心に集まってください。手を挙げた人中心に集まりましょう。そして集まったら、船の方を見て待っててください。この時に潜ったり下見るとね、船から見えなくなって危ないんですね。必ず船を見ていてください。そして船が近づいてきます。船が近づいてきます。で、船長がはしごを下ろします。そしてどうぞと言ったら上がってくださいね。どうぞというまでは船の方には泳いでこないでください。はい、で、どうぞと言ったら、このようにね、まずはしごを下ろします。はい、この状態ですね。はしごを下ろします。はい、はしごを下ろしたら上がってもらうんですけど、待ってる人、ここにロープがあります。待ってる人はね、このロープに捕まってフィンを脱いで待っててください。で上がる人もね、フィンを脱いで上がりましょう。フィン履いたままだとね、滑って落っこっちゃうことがあるんですね。必ずフィンを脱いで上がってください。で1人上がりきってから次の人来てくださいね。まだ上がってる最中だと上の人がつるんと滑って落っこってくることがあります。必ず1人ずつ上がって、上がりきったら次の人でフィンを渡して、上がってきてください。でフィン、ね、この椅子の上にね置いちゃう人もいるんですね、たまにね。上がるときにフィンはねこの辺に置くとね、スポーンって水の中落っこっちゃうことあります。なので、上がるまで持ってってください。で、渡してもらって上がってください。で上がったらね、今度は、すぐそこに座らないでくださいね。奥の方に座ります。この奥の方に座ってくださいね。この方に座ってください。そうしないと後が使えますからね。はい、で、上がったらほっとしますけども、またね2回3回行くんです。なのでね、上がったら、まあ、一息ついてもらってね、その後、シュノーケルマスクまたすぐつけといてください。フィンもつけといてくださいね。2回3回行きます。複数の船がある場合はイルカに入るときは最大で5回です。ただ5回必ず入るかというとね、いろんな状況を勘案して5回入りきらないことがあります。まず数が限られているということですね。で、待っている船とかもいるので、立て続けにね2回3回入ります。なので途中ハードで疲れたってしまったという人はね、その場で休んでください。でその中でね、限られた数の中で、自分ができる範囲でイルカと泳いでいきましょう。はい、イルカのね泳ぐ時の説明は以上になります。よろしくお願いします。